はなさん、おはようございますと言った方がいいかな。そう、僕も寝起きなんでね。はい、前回と同じように。今回ですね、ナイフディオですね。星5のナイフディオを、先日から配られてたあのメダルですね。覚醒メダルを使って星6に昇格させようという瞬間の、まあ、動画になっております。ということで、見ていきましょう。スタチュー覚醒。こっちで、はい、こういう風に選べるようになってますね。ディオは、ナイフディオ自体はもうプラス5、元からね、なんかもう、ガシャとかで重なったりして、プラス5になってるんですよね、もうね。はい。で、詳細ステータス。まあ、なんか、やっぱり覚醒メダルで昇格させれるキャラっていうのは、なんか、ステータス的にはやっぱガシャさんの、星6よりはやっぱステータス的になんかちょっとこう、いまいち感はなんか否めないっていうところがやっぱあるらしいんですけど、やっぱり、とりあえず覚醒させるやつはもうとりあえず覚醒させた方がいいということなんで、これでやっていきたいと思います。はい。ということで、プラス5ブーストと、あとはステータス全開ですよね。条件としては。で、覚醒するを選ぶと、まあ、こんな感じになってますね、条件が。はい、ブースト、星5のディオのブーストが、5消費されると、無凸の状態になってしまうけども、星6の、まあ、ナイフディオが出来上がるということですね。で、まあ、メダル30枚と、この過去を飾る額縁が10個必要。で、ここ虹の像ですね。これ何にこれが貴重なんですよね。はい。というわけで、どれぐらいまあステータスが、まあ、とりあえずまあ、星6になって時点で、まあ、アリーナとかでも結構まあ、退治したんですけど、星6のナイフディオね。やっぱり星5よりはやっぱちょっと硬いなっていうイメージがあったんで、まあ、それだけでも価値があるかなと思います。はい。というわけで、行きましょうか。覚醒する。おぉ。おぉ。はい。覚醒完了でございますね。この土台、このスタチューの下にある土台が非常にこう、もう、ダイヤモンド、いかにもダイヤモンドっていうぐらい輝いてますよね。はい。ということで、星6のディオ、ナイフディオができたということで、はい。見ていきましょうか。これですね。はい。星6、なってますね。なんか、いいですね。まあ、ステータスは、これ、レベルを99にした場合は、だいたいここに表示されてるステータスの10倍なんで、このままレベル99にした場合は、HP が16000と、アタックが11000。で、ディフェンスが7000ぐらいかな。まあ、8000、約8000ぐらい。で、あとは成長釣り次第っていうところですよね。はい。で、なんか、巷でまあ、いろいろ言われてますが、その、星6のね、この星5のこの枠、この枠ね、枠。枠は、なんかこう、星6はなんかダサいと、なんか言われてますよね。こう、ピンク色でなんかこの、稲妻が走ってるような、この、ちょっとダサいと言われてますけども、個人的には好きなんですよね、これ。ここで見ると、これかっこいいですよね、これ。ここ。なんか、ワイルドファイヤーみたいな感じになってますよね。なんか、形になんか、すごいボーって炎がなってる。紫の炎みたいなね。あ、かっこいいですよね、これ。そういう意味で考えると、この枠ね、アイコンの枠も、まあ、そういう意味なのかなっていう感じで。まあ、確かになんか、稲妻みたいには見えますけど、やっぱりこう、ワイルドファイヤー。元はワイルドファイヤーっていう感じがやっぱあるんで、そういう観点でね、見るとね、やっぱ結構かっこいいんですよね、個人的に。これはこれでいいかなと、僕は思います。はい。ということで、星6のね、ディオ、星6、完成しました。ということで、一応、チームに組んでみましょうかね。まあ、適当なチームで、これは、まあ、ここら辺で適当に、スタチュー変更で、やってみますかね。はい。星6の、これ、相当、
ステータスがマイナスになっちゃうけど。はい。これで星6。はい、いいですね。この見栄えがいいですよね。この辺のこの、アイコンの周りのね。はい。ワイルドファイヤー。いかにもワイルドファイヤーって感じ。いいですね。メインチームに設定してみて、ホーム、行ってみましょうか。なんかセリフ変わったりするのかな。懐かしいな、このナイフデュオをこのメインチームにするのは。はい。フンだけだっけ、言うの。これしか言わなかったっけ。なんか他にもないな。何も言ってくれないな。なんかもう久しぶりなんでね、何をそもそもスペシャル、スペシャルなセリフで何を言うっていうのも忘れてるんでね、もうナイフデュオに関しては。関係ない池。ああ、なるほど。関係ない池か。なるほど。まあ、ナイフデュオ、まあ、なかなか、かなり久々っていうのもあって、なんか、ちょっと新鮮ですね。はい。ということで、まあ、これからは、まあ、強化していって、まあ、もちろんしていくんですが、あとは、星6の、現段階で星6の、その、ブーストアイテム、星5は、ゴールデンタートルがありますけど、星6の、ブーストアイテムっていうのが、まあ、ないと、とりあえずね、現段階で。で、まあ、おそらくは、まあ、ゴールデンタートルっていう、まあ、金の亀なんで、その上に、多分、おそらく虹の亀っていうのが、実装されるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよね。レインボータートルみたいな感じで、星6専用の、まあ、亀ですよね。ブーストさせる。それは現状ないので、この、まあ、マインド、ね、僕の場合は、ゴールデンタートル、結構ね、まあ、こういうことを見越して、前々から、まあ、土台がね、きっちり揃ってるっていうところで、まあ、クエストも難なくいけてるってところで、特にゴールデンタートルなんかは特に別に無理に使わなかったんで、ずっと温存してたんですよね。はい。なんで、結構ゴールデンタートルに関しては結構、余ってるっていう感じなんですよね。はい。なんで、こう、適当にこうキャラクター選んで、こう、はい、こんな感じで、妊娠、ゴールデンタートル、結構ね、温存してます、こんな感じで。なんで、現状で、まあ、星6の、ハイデュオじゃなくて、ナイフデュオを、ブーストかけようと思ったら、できることはできるんですよね。星5のデュオに、まあ、このゴールデンタートルを5匹合成して、また同じことをやれば、ブーストはかかるというわけなんですが、そこまでしてやる、その価値、っていうのがね、やっぱりどうなのかなと。このゴールデンタートル非常にやっぱ希少なんで、こいつを5匹使ってまでやる必要があるのかなっていうところで、ちょっとやっぱ個人的には、まあ、そのおそらく実装されるであろう星6専用のね、なんかそのレインボータートルみたいなね、そういうアイテムを実装されるのを待とうかなと思います、個人的にはね。はい、というわけで、今回はね、星5の、ナイフディオを、こちらをね、星6に昇格させてみたという動画でございました。はい。まあ、ディオは、本当に、まあ、一応、ぶっ壊れキャラの枠の中にはいるんで、本当に強いですよね。はい。アリーナでも、もう一回使ってましたし、ずっとね、アリーナ終わったら、覚醒させようと思ってましたんで、はい。いや、ようやくできてよかったです。はい。ということで、まあ、今後はね、まあ、ディオも一応育成しつつ、まあ、今後のガシャ、まあ、この動画撮ってるのがメンテナンス前なんで、メンテナンスが終わったら、まあ、緑キラーですかね、星6の、あれがガシャで来るっていうことなんで、まあ、その辺はまあ、また一つ楽しみでありますが、まあ、僕はスルーしますね。キラーはね。はい。ということで、星6に無事昇格できたということでございました。ということで、今回この辺で終了したいと思います。